東武一番系にとんでもない魔改造内容が判明しまして、最近廃車をリニューアル編成まで出してしまった東武一番系シリーズ、しかし一番30型系統は今現在更新工事をしている編成がいます。しかも東武はなんとこの編成に今までの一番系シリーズじゃなかった魔改造を実施しちゃったですよ。この動画ではまず東武一番系の現状について皆さんに紹介していきます。またなぜ更新と廃車が並行しているのかについても紹介しましょう。そして最近この東武一番系が更新されることだったですが、それに関して結構びっくりすることも分かったですよ。今回はそんな驚きの一番系シリーズを紹介していきます。それではまず東武一番系の現状について皆さんに紹介していきましょう。東武一番系シリーズは顔によって2つのタイプに分類できます。まずあるのは初期の顔ですね。この一番系電車は製造時期によって初期の顔、後期の顔という風に結構デザインが変わるんですよ。車体についても若干違うんですけどね、内装もなんか微妙に違うところがあったようななかったようなって感じで、仕様変更により一応2タイプの電車が実質同一形式内にあるって感じでしょうか。まあ厳密には1万30型って感じで、後期の車両は分類されており、形式名に一応差はありますね。まあとはいえ1万キロくくりに入りそうです。ちなみに今回紹介する魔改造編成は、後期のタイプの車両ですね。1万系シリーズはなんかもう、1980年代からバンバン製造されてますが、最終的に90年代、96年くらいまで確か作られたんで、結構長いですよね。ちなみにこの電車は2両編成から10両固定編成まですごいバリエーションが多いです。まあ、10両固定編成については、純粋な10両固定でなく、中間車を先頭車から無理やり作った特殊な編成で10両編成って感じですが、一応8両編成については実を言うと、純粋な固定編成も存在するんですよね。伊勢崎線系統に1番系の8両編成がちょっと存在していて、ラッシュの時間帯を中心に区間準急とか、そういった種別で活躍するそうです。一応2両、4両、6両、8両については純正な中間車先頭車で、10両編成については、なんか先頭車は無理やり中間車改造して、といっても見た目的になんか先頭車が繋がってる感じですが、一応これでも10両固定編成って扱いで走ってるそうです。固定編成になった場合は、一応なんか転落防止ホルとかがついており、普通の先頭車とちょっと、特殊な違いはあってしますが、ただやっぱりインパクトは結構強いですよね。24680全部の固定編成が存在するのはなかなか珍しい形式と感じます。この電車は8000系の後継として製造されてますが、まだまだこの8000系電車多く残ってですよね。まあそれでも結構な数廃車になりましたが、それでもまだまとまった数は残っています。そんなさなかなんと1番系っていう後継形式に、廃車が最近発生したですよね。まあ、廃車自体は結構前からあるんですが、とはいえ結構インパクトは強いかもしれません。特に最近では96年製造の一応未更新とはいえ新しい編成が容赦なく解体されたり、しかもそれ1編成じゃなくて複数解体されたりですよね。まだまだ使えそうですが、東武は4畳編成がそうでそれに伴い解体されてます。なんか東武8000系のマック車をこの1万30系の未更新車で暫定的に交換して、その後新車の導入で本格交換するとかそういうのもありかもしれないって感じますが、まあ残念ながら、東武にとってみれば、新車もそうそう近いしめんどくさいからいいやっていう判断かもしれませんね。ちなみに東武8000系はまだまだ残るんじゃないかっていう風にも言われてます。この8000系って古い電車、確かに古いんですが一方、なかなか交換しにくい特徴もあるんですよね。それは短い電車っていうことです。なんと2両編成、3両編成という組み合わせは結構、8000系が未だに大多数ですね。3両編成なんか多分8000系しかありません。まあもちろんリバティはいますが、リバティは有料特急なんで、これは全然別物です。3両固定編成の通勤電車でワンバン対応となると、多分8000系の一部編成しかないですよね。一応2両編成で強引に交換する事例も若干ありますが、ただそれでもやっぱり2両3両固定の8000系って結構まだ数が多く、
なんだかんだ一番系シリーズのギオってまだこのワンマン対応しない編成もあって、これをワンマン対応することは分かってるもの、ただその数を踏まえるとまだ結構残るですよね。ってなるともしかしたらこの8000系電車バラバラしぶとく残っていく噂もありますね。ただ正直言って8000系電車結構古いため、さすがになんかもう別形式で新車を作るとか、もしくは魔改造で編成短縮するとか、そういったことをして無理やりなんか新しく電車を作る可能性は否定できませんけ、エムリー。まあ、東部の今後の展開に期待しましょう。ちなみに東部一番系は結構後期の編成を中心にリニューアルされてない未更新車がまだ残ってる印象です。どういうことかっていうと、いわゆる後期製造組って結構更新されてない編成が多く、未だに未更新で登場当時の姿を保って活躍している編成が多い印象です。もちろん更新車も言っていますが、結構初期の編成が更新されている割合高く、後期の編成になると割と未更新車がよく来る印象ですね。確か6両固定編成の伊勢崎製系統ってなんかみんな未更新だった記憶もあります。あんまり更新車が正直言って6両固定の後期車にはなく、ぶっちゃけなんか後期車はこれを更新されてないってこともあって、今後順次こっちから潰されるって噂もありますね。まあ、実際東部がどうしていくのかは全然わかりませんが、ただ、まだまだ編成の異常があるそうで、編成を今後どういう風に潰していくのかは注目だと感じます。それでは、更新車まで最近廃車になった驚きの話もしていきましょう。一万系電車はさっきも紹介しましたが、初期の編成を中心に結構更新されてます。ですがなんと廃車が発生したんですよね。特に現在東部は、1万系とかああいった赤い電車を交換する後継の車両は作ってませんが、残念ながら廃車が発生しています。廃車編成第1号はなんと驚き、落書きをされた編成ですね。これはネットで話題になったんで結構知ってる人も多いかもしれませんが、なんと電車の車体に対しスプレー缶で落書きをするとんでもない人がいました。これによって1万系の更新車がすごい変な塗装になっちゃって、この塗装を落とすために最初車両工場行ったよかと思ったら廃車になっちゃったですよね。当時は結構この落書きが相当に広く修正不能と判断され仕方なく廃車したっていう風な噂がありました。まあ実際やっぱ落書きって結構良くないことですし、絶対に真似してはいけませんが、まあこんな感じで廃車第1号の経緯はこの落書きによって消えちゃうっていうとんでもない結末を迎えました。しかしながら第2編成目は特に何の問題もなく廃車になってますね。実は正直この落書き編成以外はまあ更新車さすがに廃車にならないと思ってましたが、びっくりすることに潰しちゃったですよね。東部1万系更新されて、しかも特に車両側に重大ないたずらとか明らかにやばいことはなく廃車になっちゃったんですよね。ちょっとこれは悲しい結果と言えます。まだまだ1万系シリーズは未更新車も多い中、あらかじめ更新車を潰しちゃうというのはなかなかびっくりな判決でしょう。ちょっとこれはさすがに個人的にびっくりして最近動画にしましたね。ただどうしてこらちゃったのかについて、実はこんな説があります。 SIV に交換されておらず、古い MG を搭載している編成から結構潰されてるから、これが言えちゃうかっていう風な説ですね。 MG は少々古いシステムで、補助台形装置の中では結構昔の部品です。さすがにもう構造的にも昔ながらの構造ですから、今更もう製造してるところはあまりないかもしれません。少なくとも鉄道用部品としてはあんまりなんか作ってるところはない印象で、下手したらストックでもう頑張ってる感じかもしれません。東部1万系シリーズ一部の編成は新しいタイプの補助電源装置 SIV に更新されてますが、じゃあ更新車は SIV すればいいじゃんっていう件があるかもしれませんよね。実は更新車そもそも更新してからしばらくは SIV 搭載しませんでした。東部1万系シリーズの更新時、最初ら辺は特にこの SIV の更新は少なくともなかったんですよね。普通に MG のは更新しちゃいました。一応一部編成が後に SIV に追加で改造されてますが、この改造を施されてない編成が今回廃車になったって感じです。一部の意見ではじゃあ SIV をこの編成に搭載し、代わりに古い未更新の MG の編成を潰せばいいじゃんって意見がありますが、これも実は難しくて、SIV と MG は当然配線が違うことがありえんですよね。そのため、この SIV 周りの機器の更新の際に、床下周りを結構いじる必要があるんですよね。さすがに VVVF から比べたら結構簡単ですが、それでもやっぱり多少いじる必要があるから、めんどくさくてやんなかった可能性は一応あります。
一応更新者はあと部品取りとかそういった狙いもあるんじゃないかって意見がありますね。実はさっき紹介した落下機編成も MG 車で SIV を搭載してません。プラス落下機でめんどくさいから廃車にしようという気持ちが芽生えた可能性は十分あると思います。 MG 搭載車で軽車順に落とそうと思ってたまたま選ばれたって可能性はあるかもしれませんね。ちなみに今回廃車あった編成、実は廃車になるちょっと前から旧車状態で営業予定入ってません。なんか車両の故障とかそういうのがあったって噂もあります。もしかするとその故障がトラブルの原因で廃車改装されたってパターンが一応なきにしもあらずですね。まあ実際そうかどうかは断言できませんが、もしかするとなんかそういったトラブルによる修理不能と判断され廃車になるって展開は一応なくもないかもしれませんね。ただしその一方で更新工事も施工されてですよね。今現在東部1万系シリーズのうち1万系更新車2両編成が絶賛更新中です。そしてこの2両編成の電車について内装の件で結構驚くべき点が判明しました。東部1万系のドア上になんとパッドビジョンじゃない LCD らしきものが搭載されてます。まあ、ちょっとこれ断言できませんが、一応なんか映像が出回っており、1万系の更新途中の映像を見るとなんかドア上のなんかいわゆる広告とかそういったものをもともと置いたスペースの隣の方になんか LCD っぽい何かがあるんですよね。ちょっと断言はできませんが、なんか黒いものが置いてあり、そして外側白いって感じで、なんか液晶を置くスペースでしょうか、なんかそういう風に見とっております。もしかしたら違うものの可能性も全然ありますが、パッと見なんかそういう風に感じる驚きの変化がありました。ただもしかするとマスキングテープで黒く塗られただけで、あるいは黒いなんかビニールテープとかビニールシートとかで隠されてるだけで、実は LCD じゃなかったってパターンもあるかもしれませんが、とはいえ結構インパクトは強いと感じます。これまで東部1万系の更新では最初 LED 表示器でケチって、途中からなんかパッドビジョンに変更され、そして今現在までまあ LCD は搭載されず、パッドビジョンもしくは LED 表示器っていうパターンが主流でした。もしも今回本当に LCD を搭載したとしては、これは1万系シリーズだからは初めての対応なんで、結構大きい話と言います。ちなみになんと足前の更新はなんかしない雰囲気でした。少なくとも現時点ではまだ更新されてませんね。もしかすると今後更新される可能性全然あるんですが、一応現段階では更新されてません。一方 LCD についてなんかそれっぽい動きがあります。となるともしかしたら東部1万系って、更新を実施した後、なんと車内は新しい電車っぽくて LCD も搭載されてんのに、なぜか VVVF とかは搭載されず、走行音は昔のままって感じで、すごい違和感の強い電車ができるかもしれませんね。液晶モニターを車内に搭載しつつ、一方足回りは古いタイプの電車と一緒という組み合わせってなかなかないですよね。パッドカットでそういうパターンの電車ってなかった記憶あります。やっぱり液晶モニターを搭載しながら VVVF じゃないっていうのは非常に珍しい組み合わせになりますね。一応 VVVF じゃなかったけれど更新で LCD を搭載しながら VVVF になるっていう事例だったら KO7000 系とか一応あるんですが、機器の更新なし開示チョッパーで車内は普通の通勤列車と同じ LCD っていうのは非常に珍しい組み合わせと感じました。もしも実現したら正直これだけでもなんかすごいネタ車両としてネットで取り上げられるんじゃないかなって感じます。まあ、とはいえなんかちょっとまだ確定した情報ではありませんし、さっき紹介したマスキングテープとかそういったパターンで実は見間違いとかそれっぽく見るだけで全然違うって可能性もありますからね。まだまだ注目すべき点は多いです。ただやっぱりその目撃情報の写真とかを見てみると、どうしてもそれを見た感じなんかネジが刺さっていたり、あとは出っ張ってんですよね。若干この LCD らしきものがついてる箱がちょっと出っ張っており、ここはなんか液晶モニターを搭載するための出っ張りじゃないかって当然感じることがあります。この様子的にも結構なんか液晶モニターを搭載する可能性は決して否定できませんし、なんなら全然普通に現実的にあり得る範囲とも感じました。とはいえやっぱこれまでそういった組み合わせ頭部除いていろんな会社見ましたが全然ないんですよね。ってなるとやっぱりなんかすごい珍しいパターンになりそうです。ちなみに今回のこの電車は2両編成のワンマン化改造も同時施工されてんですよね。と考えるとやっぱり地方向けの機械が今後加速していくんじゃないかっていう風に見ることもできます。確かこの1万系の2両編成15本ワンマン化するっていう感じで
この一環として多分今回この編成は更新工場施工されてますから、やはりこういった更新車が今後、結構地方でも見る機会が増えてくるかもしれませんね。ちなみに LCD を搭載することから場合によっては、浅草方面直通の際にも、これを見ることができるかもしれません。一応利用編成をつないだ浅草行きの運用ってなんだかんだ現在ありますからね。まあ固定運用ではありませんが、一応、例えば4両編成2両をつないだ6両編成とか、6連2両をつないだ8両とか、いくらかパターンはあり、まあ珍しくもないため、一応こういった感じになんか今後来るかもしれませんね。結構いろいろ注目すべき点が多かった、東武1万系の新たな更新車、同時並行でなぜか1万系の更新車と初期の編成が潰されたいって感じで、わけわかんない状態ですが、まあ、なかなか今後面白そうな展開になるかもしれないっていう風に個人的に感じますね。このチャンネルでは、鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。